はい、どうもジャップルです。前回はこちらのスーパーセブンのアルティメートシリーズのゴジラマイナスワンを開封レビューしていきましたので、今回も引き続きスーパーセブンのフィギュアを紹介しようかなということで、こちらに置いてある、ね、フィギュア2体を開封していこうと思います。この状態だと何のフィギュアかね、分かりにくいのでちょっと開けていきますが、まずこちらはトキシッククルセイダーズ、まあ、いわゆる悪魔の毒毒モンスターのアニメーテッドシリーズの主人公トキシーの、暗闇で光る蓄光バージョンのフィギュアといった感じで、もう一つこちらは、ミュータントタートルズシリーズの、ミュータンジェンマンの同じく暗闇で光る蓄光バージョンといった感じで、今回はスーパーセブンアルティメートシリーズの、男の子なら誰しもが好きであろう光を貯めて暗闇で光る蓄光フィギュア2体を開封して紹介していこうと思います。ではフィギュアの方を見ていきたいんですけれども、まずね、このスーパーセブンっていうメーカー自体が僕のチャンネルで紹介したのが前回のゴジラマイナスワンがね初めてということで、あまり登場しないメーカーなので、ちょっとねそのスーパーセブンっていうメーカーについても触れていきたいんですけれども、やはりね有名なのがこのアルティメートシリーズっていうアクションフィギュアシリーズより、このリアクションっていうねちょっとチープな 3.75 インチ規格のフィギュアシリーズが有名で、ご存知の方も多いのかなと思います。もともとねスーパーセブン自体が2001年から発足したフィギュアメーカーということで、結構ね歴史は浅い方なんですけれども、メインでやってるのはこのリアクションっていうねちょっとチープなフィギュアシリーズになっています。まずはこの80年代頃にね発売されていたオールドケナーのスターウォーズとかのねフィギュアシリーズのような感じで、エイリアンのフィギュアシリーズが出る予定っていうのがね過去にあったんですけれども、それが頓挫して幻の企画で終わってしまったので、それをね復活させるオマージュするような企画で始まったのがこのリアクションシリーズといった感じで、その後いろんな映画だったりアニメ、あとはストリートカルチャーとか、ほんと様々なジャンルをこのシリーズでリリースするようになったんですよね。それで有名になっていったメーカーで、後に発売するようになったのがこういった7インチ規格ぐらいの、フル稼働のアクションフィギュアシリーズで、アルティメートシリーズというのも展開しているといった感じになっているみたいです。僕もリアクションシリーズね結構好きで何体か所持していますが、やはりね結構おしゃれなパッケージになっていて、普段アクションフィギュアとかに興味がない人でも何個かね持っている方とかもいそうな感じのデザインではありますよね。もともとデザイナーのブライアン・フリン氏っていう方が、立ち上げたメーカーということで、こういったねちょっとおしゃれな、ね、雰囲気もありつつ、ロゴマークなんかはやはりねオールドケナーを彷彿とさせるちょっとオマージュになっていたり、あとはなんでねこんないろんなメーカーの、いろんな版権がね取れるかというと、ポップをリリースしているファンコと協力しているので、それで、ね、映画の版権とかもたくさん取れて、いろんな、こういったバックトゥーザフューチャーとかゼイリブとかちょっとマニアックなものもリリースできるといったね経緯があるみたいです。ちなみにこのゼイリブのフィギュアも蓄光仕様になっていて、パッケージもね光るようになっていたりと非常に面白いんですけど、まあ、このリアクションシリーズを知るきっかけに僕もなったのはこのバックトゥーザフューチャーのねフィギュアですね。これで知った方多いと思うんですけど、こちら2014年頃に、雑誌ねフィギュア王の付録として付属していたフィギュアなんですよね。なので、ロゴマークとか説明も全部日本語になっている、まあ、非売品のね特別仕様にはなっているんですけれども、まあ、僕もこれを手にしたことでこのリアクションシリーズっていうものを知って、後にねちょこちょこ買うようになりましたが、ここからね集め出したっていう方も結構いらっしゃるのではないでしょうか。まあ、こういった映画のフィギュアとか、あとはゴジラのねシリーズなんかも結構有名で、これ以外にも僕も持っているんですけれども、面白いのが日本のバンダイとかがねリリースするのとはちょっと違ったラインナップになっていまして、こちらもゴジラの骨とオキシジェンデストロイヤーのセットみたいな、なかなかねあの立体化されないようなものをリリースしてくれるっていうところも、少しねかゆいところに手が届くといった感じで、本当にねおもちゃとかその作品が好きな方がね手掛けているフィギュアなんだなっていう雰囲気があって、好印象ですよね。あとはもうパッケージのデザインのおしゃれさ、開けずに僕も飾っておくことが多いので、そういった部分でも結構コレクターズアイテムになっていて人気があるといった感じのメーカーになっています。ということでね、今からこちらのアルティメートシリーズのパッケージの方を見ていきたいと思います。ではまずはパッケージから見ていきますが、まずねこのアルティメートシリーズはパッケージ
ケージのデザインがめちゃくちゃおしゃれですよね。すごくこだわりがある、まあ、一個一個のキャラクターに合ったデザインになっていて、おしゃれな感じになっているのと、まあ、こういうウィンドウボックス仕様なんですけれども、しっかりとね、カバーみたいのもついてて、それのデザインもね、非常に凝った感じになっています。で、さらに、届いた時とかは、この外箱の段ボールみたいのも専用のものがあるんで、非常にね、高級感があります。まあ、1体1万円前後しますので、そんなにね、安いフィギュアではないので、まあ、その辺も素晴らしいポイントかなと思います。で、まずはこの、トキシーから見ていきますが、ちょっとね、マニアックっちゃマニアックなので、一応キャラクターについて説明すると、もともとは映画で、まあ、邦題悪魔の毒毒モンスターというタイトルで、まあ、4作品ぐらいかな、映画やっているんですけれども、それのアニメ版、トキシッククルセイダーズというのがアニメのタイトルなんですけれども、それの、フィギュアといった感じで、映画の方は、現代はトキシックアベンジャーですね。僕もね、映画をね、昔なんですけど、まだ VHS の頃に、地元の宇都宮ではね、レンタルショップに置いてあって見た記憶があるんですけれども、アニメの方とかね、ちゃんとは見たことないですね。YouTube とかでちょっとした映像とか、予告みたいなとか、オープニングは見るんですけれども、まあ、一応こっちのリアクションシリーズの方も、トキシッククルセイダーズということで、アニメのね、方なんですけど、絵柄は実際はこんな感じ。まあ、80年代、90年代のアメリカのカートゥーンとね、いった感じで、結構可愛らしい感じなんですけど、それのちょっとリアルにした、フル稼働アクションフィギュアが、このアルティメートシリーズバージョンといった感じで、この2つね、作品が違うんですけど、一応共通点があって、この、トキシッククルセイダーズも、このタートルズもね、どちらも当時はプレイメイツというところからおもちゃ、フィギュアがね、発売されていたので、まあ言ったらこのアルティメートシリーズはそのプレイメイツ版をオマージュして、ちょっとリアルにしたシリーズといった共通点があります。では続いてこちらね、ミュータントタートルズに登場するミュータンジェンマンっていうね、キャラクターなんですけど、まあ、この見た目のインパクトがすごいですよね。で、こちらのフィギュアも、しっかりね、このウィンドウボックス仕様プラス外箱カバーがね、ついてるんですけど、ちょっとね、目の刺激になりそうな蛍光ピンクでね、非常にまたこれもサイケデリックでおしゃれだなといった感じですが、一応ここに書いてある通りエンターテイメントアースエクスクルセーブということで、一応限定仕様なのがこのチッコーバージョンといった感じみたいです。一応ね、通常カラー版も出てますね。で、まあ限定版とは言いつつ、日本のアメトイショップ等でも普通に出回ってるので、そんなに入手困難といった感じではないですね。で、一応ね、7インチスケールのフィギュアシリーズだとは思うんですけど、届いたら、このミュータンジェンマンめちゃくちゃでかくて、結構ビビりましたね。置く場所あるかなっていう感じですが、また詳しいサイズ等はね、後ほど見ていきますが、まあ、ミュータンジェンマンもね、ミュータントタートルズのアニメに登場するキャラなんですけど、まあ、この見た目のインパクトが凄まじいので、結構ね、まあ、コアなファンが多いみたいで、何体かね、こう立体化されてフィギュアも出てるようなキャラクターといった感じで、まあ、この2つに共通するのは、やはりその蓄光仕様、通常版ではないといった感じで、やっぱね、暗闇でこう置いといて光るフィギュアって僕昔からすごい好きなので、このインパクトある見た目の2体がね、暗闇で光ってたら面白いんじゃないかということで今回購入した感じですけれども、こっちのトキシーに関してはプラスアルファありまして、ここに書いてある通りアルティメート レディオアクティブということで、これね、レディオアクティブレッドレイジバージョンっていう名前があるらしくて、まあトキシーもね、人気キャラなんで何種類も出てるんですけれども、まあ通常カラーのものとか、こういった蓄光仕様とかいろいろ出てますが、こちらね、蓄光、暗闇で光るプラス紫外線に当てると、今度はね、赤く発色するっていうギミックまでついているらしくて、それもね、非常に面白そうだなっていうことで、後ほどまた、確認していこうかなと思います。ということで、とりあえずね、開封して内容の方をね、確認していきたいと思います。開封するとこんな感じになっています。まずね、トキシーの方から内容を見ていきますが、フィギュア本体と、あとはね、トキシーの象徴的な武器であるモップ、そしてこれがね、ちょっと名前がわかんないんですけれども、相棒のクリーチャーみたいなやつと、盾ですね。これも昔のプレイメイツのオマージュになっています。あとは付け替えのヘッドパーツ。そしてグレネードが3つ付属しているといった感じの内容です。続いてミュータンジェンマンですが、でかいですね。こちらは本体と、あとはこの、ね、でかい光線銃みたいのと、このね、細かい付属品がたくさんついてるんですけど、こちらは、このね、後ろについてるランナーについてるものを外した状態でもう一個
つけてくれてますね。ちょっと色は違いますが、これもプレイメイツ版のオマージュで、まあ、プレイメイツのタートルズシリーズってね、こういった武器とかがこういうランナーについてたんですけど、それをねランナーの方も再現してるし、まあ、ここから切り取るのねちょっともったいないので別でもちゃんと付けてくれているというこだわりを、そしてあとは付け替えのハンドパーツが付属しているといった感じになっています。ということで、まずはねこのトキシーのフィギュアから軽くね見ていきたいと思います。ということで、まずはこの、トキシーですね。トキシックアベンジャー砲台悪魔の毒毒モンスターアニメ版のフィギュアですが、いやいいですね、このアメトイ感たまらないですね。ザアメトイといった感じ、やっぱねたまにこういうの触りたくなるんだよなといった感じのフィギュアに仕上がっていて、僕もね先ほど言った通り中学生ぐらいの頃に宇都宮にあったハーマンっていうね、レンタルビデオショップがあったんですけど、そこでねなんか友達と映画好きな友達がいて、結構ねいろんな映画借りて見てた時に見た記憶がある、それぐらいなんですよね。それが最近になって結構ねフィギュアとかが発売してて不思議な気持ちではあったんですけど、まあデザインがやっぱいいですよね。こう古き良き80年代90年代のちょっとナンセンスなね感じが詰まっててたまらないなっていうのと、あとフィギュアの雰囲気がすごくやっぱねこのアメトイ感が良くて、前回レビューしたゴジラマイナスワンのねアルティメイトシリーズもそうでしたが、アメトイっぽいチープな雰囲気と最近のリアルな感じのちょうど中間といった感じでね、なんかたまにこういうのも触りたくなるなっていう、こういうのでいいんだよなっていうね感じがすごい詰まっていて、まあ、言ったらねドクターペッパーみたいなね、たまに飲みたくなるみたいな感じがねあるフィギュアですね。このトキシーは毒毒モンスターのねシリーズのまあ主人公ということで、一応ねこんなやべえ見た目してるけどヒーローではあるんですよね。もともとなんかいじめられっ子の清掃員が騙されてなんか有毒廃棄物が入ったドラム缶に突っ込んじゃって、こうね化け物みたいになってしまったんですけれども、まあ、心はね正義の味方なので、特殊能力であるなんか悪者を見つけるセンサーみたいのが働いて、悪人をねバッタバッタと倒していくといった感じなんですけど、実写映画の方はかなりエログロでなかなかナンセンスなね感じの作品になってますが、カルト的な人気を誇っているということで、その有毒廃棄物に突っ込んでドロドロの体になったので、こんな感じでねちょっと腐ったような感じになってしまっているんですけど、それがなぜアニメ化してねそんなポップな感じになったのかっていうのはちょっと僕も知りませんが、やはりねカルト的な人気があるみたいです。で今ねこのシンプルな状態になっていますが、ここに付属品で、ね、全部付けれるみたいなのでちょっと付けてみたいと思います。付属品持たせるとこんな感じになります。すごいねてんこ盛りな感じでいいですね。全部付けれるのが素晴らしい。この盾も、プレイメイツ版のねオマージュということでアニメのタイトルとか書いてあって、ちょっと意味がわからないんですけど、なんかかっこいいですよね。でトキシーは武器がねこのモップなんですよね。そこも意味わからないくていい感じなんですけど、国旗がついたモップと、あとは手榴弾とこのね相棒みたいなキャラクターは、ベルトに付けれるようになっています。このねキャラの名前がねちょっと調べてもわからなかったので、ちょっとご存知の方いたら、コメント欄で教えていただきたいんですけれども、可愛らしいですよねこちらも。で一応モップはこの背中に刺すこともできるみたいなので、まあ、持たせないようにもできます。あと国旗もねちょっと緩いんですけど、これ外せるんで、まず外した状態でね持たせたりもできるといった感じみたいですね。続いてヘッドパーツね付け替えるとこんな感じになっていまして、先ほどはねハチマキしてましたけど、ハチマキなしのバージョンといった感じで表情は一緒ですね。目がね飛び出てるんでね、まあ、パッと見だったら本当これ化け物のね敵キャラクターにしか見えないんですけど、これが主人公っていうところが非常にね面白いですよね。一応両手ともに、物のね持ち手になってますので、ほうきをこんな感じで両手持ちさせることも可能です。まあ、ほうきの絵の部分が塗装されてるんで結構ね刺すとき渋いんで、ちょっと塗装剥げとか心配な部分はありますね。あと首の付け替えもかなりきつかったです。前回のゴジラの時もそうでしたが、スーパーセブンね若干ねその可動とか付け替えとかが硬い部分は多いので、ちょっとその辺はね気をつけた方がいいかなっていうポイントもありました。可動範囲に関しては一昔前のマーベルレジェンドといった感じの印象を受けました。まあ、肩周りとか頭はね普通に動くんですけど、この辺もロールついてて、肘がシングルで、ちょっとね硬いですね。あとは手首の可動と、
胸の下も縦軸の可動で、まあ、そこまで動く感じではないのと、ちょっとギチギチするのと、あと腰のロール、足の付け根のね、太もものところの可動もこういうねボールっぽくなってるやつ、これもちょっと昔のマーベルレジェンドの可動っぽいですよね。あとここにロールもついてて、膝もシングル、あとはここのブーツとのつなぎ目のところにロールがついてるのと、あと足首の可動といった感じで、癒着してるとこがめちゃくちゃ多かったです。かなり硬くてギチギチ、一回ね外してあげないと動かないようなねとことかもあって、まあ、ちょっとアメトイに慣れてない人だと結構怖く感じるようなね部分もありつつ、そこも含めてねちょっと昔のアメトイ感があって僕は懐かしい感じしましたけど、まあ、そこまで最近のマーベルレジェンドとか DC マルチバースほど動く印象ではないかなといった感じですね。で、今回のこのトキシーはレッドレイジ版ということで、紫外線に当てると赤く色が変わるということなんですけど、今日は超あいにくの雨ででしてね、めちゃめちゃ天気悪くて、少し外に置いておいたんですけど、わかりますかね、微妙にですが色がね赤くなってきていて、まあ晴れてる日とかだったらもっとね真っ赤っかになるみたいなので、ちょっとそちらね今日は確認できないんで画像を添付しておきますが、まあこれもね非常に面白いギミックですよね。はい、では続いてこのミュータンジェンマンを見ていきますが、デザインがねマジでイカれてますよね。このボディみたいなところにどうやらね臓器のようなものがこのねクリアパーツの中に見えるんですけど、こちらのキャラクターもね先ほどのトキシーと由来が非常に似ていまして、まあ、ミュータントタートルズのねアニメに登場するキャラクターなんですけれども、フット団っていうタートルズの敵の組織ですね、あれのアジトに、入ってしまった配達員の男性が、ミュータンジェンっていうそのタートルズをねミュータントに変えたあの液体ですね、ミュータンジェンが詰まった釜に落下してしまって体がドロドロに溶けてしまい、臓器だけねこのカプセルみたいのに入れて、生命を維持するようになった姿がこのミュータンジェンマンということで、ちょっとトキシーとね似てるんですよね、その有毒廃棄物が入った、樽に落ちたトキシー、そしてミュータンジェンの、釜に落ちたこのミュータンジェンマンということでね、くしくも話もちょっと似てたというところなんですけれども、まあそういう設定が流行ってたんですかね、80年代ぐらいは。かなり大雑把ではあるけど面白いですよね。で、まあ見た目はねだいぶ違くなりましたが、臓器だけねこのカプセル、この中には本当はミュータンジェンが詰まって、まあ、ミュータンジェンでね臓器を浸して生きながらえてるという設定があるらしいですけど、だいぶイカれてますよね。ですがやっぱアメトイ好きな方には非常に刺さるデザインですよね。このたくさんついてるチューブとか、このクリアパーツの中にあるね臓器とか目玉とか、このでかい手足とかね、なんともこの手足についてる器具とかもなんかいい感じですよね。ところどころこういう筋組織みたいのがね見えてる、ちょっとグロテスクさも相まってね、非常に人気のある、おもちゃとしては人気のあるキャラクターらしいです。付属品ですが、まずはねこのどでかい光線銃みたいな感じのものですね。ちょっと SF チックなデザインがまたおしゃれでねいい感じですが、この右手の握り手のハンドパーツで持たせることが可能です。左手も掴ませることはできそうなね造形にはなっていますね。まあ、後ほどまた説明しますが、稼働に関しては結構しょぼいのでそんなにアクションはつけれませんが、まあ、銃を持たせるだけでも結構雰囲気は出ますよね。続いて付け替えのハンドパーツで、こちらの握り拳が両手を付属しています。これがね個人的に結構好きですね。これをつけると一気にねなんかパワー系のキャラっぽくなってバカそうな雰囲気がねすごく好きですね。いい感じです。そして注目すべきがこちらですね。昔のプレイメイツ版のタートルズのフィギュアをオマージュしたこのランナーについている付属品。このねランナーがまた凝った感じになっていて、今回のねスーパーセブンのアルティメイトバージョンは、なんか地下のね配管みたいなデザインになっているのも非常におしゃれで、やっぱりねこれを切り離してしまうともったいないなっていう感じがするので、これね全部めちゃめちゃ細かいんですけれども、こういうカメとかすべて、ランナーから外して蓄光になってるやつがついていると
といった感じですが、ちょっとね細かすぎて本当なくしそうなんで、あんまり僕はね遊んだりするのには使わなそうですけれども、このランナーの状態で飾っといてもね、なんか可愛らしいなといった感じの付属品に仕上がっていますね。こちらのミュータンジェンマは見ての通りね、稼働ポイントはだいぶ少なそうですね。腕周りとかね、こう肩上げたりとかもしっかり動くんですけれども、肘は右手に関してはね、シングルでほぼほぼ曲がらないに等しいですね。もう造形を優先させてるのかなといった感じ。まあ、手首は付け替えですが、一応ね、ある程度動くようになってて、まあ、右手の方が肘はちょっと曲がるかなといった感じですね。あと股関節も結構動いて足も開くようにはなってるんで、まあ、こんな感じでベタっとね、座らせたりすることはできそうですね。で、膝は、肘よりは曲がるかなといった雰囲気。あとは足首ある程度角度つけたり、足が大きいんで接地性は非常に良さそうですね。でね、このフィギュアね、すごい、まあ、大きいなとは思ったんですけど、こう手の収まりがめちゃくちゃ良くて、なんかずっと持ってたくなるようなね、お出かけに連れて行きたくなるような可愛さはあってね、そこがすごいいいですね。しっくりくるアメトイだなといった感じです。あとは、ここがですね、パカッと開いて、なぜかね、中が空洞になっているんですよね。どうやらこれは昔のプレイメイツ版もそうらしいんですけど、ここにね、ミュータンジェンを流し込んで中をひたひたにして遊ぶっていう、まあ、非公式の遊び方があるらしいので、まあ、例えばですけどスライムとかをね、ここに流し込んで中を満たすとよりね、雰囲気が出るといったこともできるんですけど、まあ一度やったら最後なので、まあ僕はちょっとそれはできませんが、まあそれもね、してみると面白いのかなっていう、まあ一応できるようにここがね、開くようなギミックもついているよといった感じになっているみたいです。はい、ということで2体のフィギュア一通り見ていきましたので、一緒に並べるとこんな感じになります。2体ともね、このアメトイ感がバリバリ出ている、雰囲気とデザイン、あとカラーリングたまりませんね。サイズとしては7インチスケールぐらいの作りになっているので、どちらもサイズ的に17センチぐらいで作られていて、約7インチといった感じのサイズになっています。大きさもほぼ一緒ぐらいでしたね。他のフィギュアと一応比べてみると、6インチスケールのマーベルレジェンドと並べるとこんな感じになります。キャプテンアメリカは平均的な6インチサイズですので、並べるとスーパーセブンのが少し大きめになりますが、ベノムとかね、7インチぐらいあるちょっと大きめなフィギュアだと大体同じぐらいのサイズ感になりますね。続いてマクファーレントイズの DC マルチバースシリーズや、スポーンシリーズですね、並べるとこんな感じ。どちらもね、7インチスケールのシリーズですので、やはり同じぐらいのサイズ感になるかなといった雰囲気ですね。では2体ともね、一通り見ていきましたので、このフィギュアの醍醐味でもある実行ギミックを見ていきたいと思います。ということで、部屋の照明を落とすと、うおー、めちゃくちゃ光る、かっこよすぎる、いい感じですね。まずね、トキシー、こんな感じ。なるほど、服以外のところがね、光ってるような感じで、このモップもちゃんと光ってるし、めちゃくちゃ雰囲気出ますね。で、ミュータンジェンマンの方がより明るいかも。こっちの方が素材的に光りやすいんかもしれないですね。で、ちゃんとね、中のこのね、臓器も光ってて、目もめちゃくちゃ光ってるし、チューブも光ってるので、いや、これはかっこいいですね。めちゃくちゃいい感じ。僕が結構好きなのが、まあ、部屋を出るときにね、照明を落とすと、実行フィギュアたちが光る瞬間があるんですよね。それを見るのが結構好きで、ちょっと眺めちゃうときとかもあるんですけれども、この2体はね、飾ったらかなり目立ちそうでね、雰囲気出そうで、最高ですね。はい、ということで今回はスーパーセブンのアルティメートシリーズから、トキシーとミュータンジェンマ、どちらもね、実行バージョンを紹介してきました。実行フィギュア特集といった感じなんですけど、最後は僕の部屋でもよく光るやつらを集めてみました。こんな感じです。やっぱね、実行フィギュアってね、テンション上がるんですよね。すごく子供の頃から食玩とかでしたけど、すごい好きでよく遊んでたのをまた思い出しましたね。まあ、最近だとね、こういったアメトイとかでもね、非常に面白いものたくさんあって、今でも手に取るとやはりね、面白いので、まあ、今後も気になるやつはいろいろね、集めていきたいなと
思うんですけど、とりあえずね、このスーパーセブンのアルティメートシリーズは本当にアメトイファンには刺さる仕様のものが非常に多いので、まあ、今後もね、気になるやつだけですけど、ちょこちょこ買って紹介できればと思っております。とりあえずね、次買いたいのが、この同じシリーズのミュータントタートルズのマックマン&ジョーっていうねやつ、あれも実行バージョンまた欲しいので、ちょっとね今後ゲットしていきたいなと思っております。あとはスーパーセブンのアルティメートシリーズ、僕そんなにねまだ持ってないんで、まあ、すごいおすすめのものとかあったらぜひねコメント欄等で教えていただけると助かります。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。チャップルでした。